皆さんどうもこんにちは、ケントールです。今日大晦日で、2020年最後の日です。撮影日は今日なんですけど、多分投稿するのは全然先になっちゃうと思うんですけど、今日はもうマイナス20度、朝20度超えでめちゃくちゃ寒いです。で今日は解説系の動画はローラー、ほとんどローラーでしか投稿してないので、せっかくなんでスキーでもしっかり解説系の動画出していこうかなと思います。今回は下りで、よくターン足踏みしてこうやって切っていくと思うんですけど、それを、要は下り怖い人って結構ハの字にして減速してスピードを落としてから曲がると思うんですけど、それをスピード落とさずに綺麗にこう曲がれるようなターンテクニックっていうのを今日紹介したいと思います。これは、タイトルにも入れとくんですけど、初心者よりは中級者ぐらいですかね。競技者とかもみんなできるんで、スキー始めて、そこそこ乗れるようになって、もうちょっと上手くなりたいな、これできたらトップスキーヤーの人と同じような滑りできるぞっていう、こうテクニックを今日教えたいと思います。じゃあそれではやっていこうと思います。それではちょっと一回まず、手本を見せていこうと思います。あんな感じで、トップスキーヤーの選手って急なカーブの下りとか下ると思うんですけど、今見てもらって簡単に説明していきたいと思います。じゃあまず解説なんですけども、大体スキーコースって多分左回りが多いと思うので、今回左を手本にして、今も左回りで手本にしたので、それを、左回りで教えようと思うんですけど、まずどういう原理で回ってるかっていう説明をすると、進みたい方向の今左回りって言ったんで、こっち側に回ります。こういう風に回りたいっていう時に、まず左曲がりたい方の足を前に出して、要は進行方向にこう出していくっていうことがまず一つ大事なことで、これが車だったらハンドルって感じですね。左に曲がれるんだったら左に曲がりたい方の足を前に出す。横から見たらそんな感じです。まっすぐ足を伸ばしている感じ。じゃあ足首も伸びている感じ。そして、これが一番大事なんですけど、曲がりたい方の足には体重を乗せなくて、要はこう自由に動かせる状態で、右足、曲がりたい方と逆の足によく休めってやるじゃないですか。こっちに寄ったりとか、こんな感じで、まず右足にしっかり、全体重を乗せる。こう、片足立ちみたいな。そして、ちょっと膝を軽く曲げて、スキーに圧をグッグッとかけれるように、体重をかけてあげて、ちょっとこう、後ろに、こっちにしっかり乗って、こっちの足が前に出てるみたいな感じ。で、この体勢で、要はこう前に出して、この、スキーの先端をしっかり曲がりたい方向にギューッとこう曲げていけると、さっきみたいにこう綺麗に曲がるんですけど、さっきのターンをゆっくりやると、こんな感じですね。これはゆっくりやると結構難しいので、できればちょっとスピード出してガーってやってもらうと、結構綺麗にシュルッと曲がれると思います。で、これはでも本当に体重の乗せ方がすごい難しいんで、最初はできないと思うんですけど、何回も練習してやれば、僕たちもそうやって何回も練習してこうできるようになってるんで、今言ったことを2つの点をしっかり意識してもらえれば、簡単にシュルって曲がれるようになると思います。はい。で、ここからが応用編で、これ簡単にできるようになったよっていう人は、こんな技もできるよみたいな感じで、紹介していこうと思います。はい、見ていただけたでしょうか。今のが応用編。綺麗に右足に体重を乗せて、左足で方向の舵を切ると180度回転とかできるんですね。だから今みたいに下ってる方向と真逆をプシューッとこう向いて下れる、下れるというか止まれるみたいな、そういう技術にも使えます。だから下りを綺麗に曲がるだけじゃなくて、反転することもできるんで、例えば上りの練習してて下ってすぐまた上りに行きたい時とかにこうシュルッと回って、ちょっとなんかかっこよくできるみたいな。
そういうテクニックです。もう一つ今からやるんで見てください。はい、これが一番今のターンテクニックの中では一番難しい応用編です。まあどっちにしろちょっと右足に体重をかけてれば何回転でもできるというか、まあ要はなんかよくフィギュアスケートのターンみたいな感じで、ああいうのもまあ要は軸が中心にあって体の方向とか決めてそれで回れるみたいな感じで、まあスキーも同じように今みたいに回転するにはしっかり自分の重心がこうぶれないように一つのところに乗せてやれると、うまくターンテクニックができるようになると今みたいな技もできます。で最後無駄ですけど何回転もして終わろうかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、最後ねスピードなくなると回転なかなかできなくなっちゃう、なんか変になっちゃいましたけど、まああんな感じで何回転でもできるようになるよっていう感じでした。はい、今日はこんな感じで短いんですけど、短いし簡単なんですけど終わろうと思います。また次回の動画見てくださると嬉しいです。じゃあ今日はこれで終わります。